いただきふるさとどーん、北海道お台場こちら締め待ちオールスタードーン。締め待ちは福岡市のベッドタウンとして人気のエリア、うん、とにかく美味しいグルメがたくさんということで、うん、今回は私石井が気になった締め待ちのグルメを一杯の丼に詰め込みます。いや、そんなわがままな、そんな石井さん出た。道路挟んだ向こう見てください、唐揚げいいね。すいません、いらっしゃいませ。あ、こんにちは。こんにちは。おすすめの唐揚げは何ですか？おすすめですか？おすすめ、当店の締め辛というのがあります。締め辛、はい、お待たせしました。じゃあ締め辛になります。ちょっとすごいよこれ。僕が今まで見てきた唐揚げの色じゃない、ブラック。竹炭パウダーを使用してます。締め町が炭鉱のもともと町でして、まあ、締め町で何か作りたいなと思って今回こういった真っ黒の唐揚げを作ってみました。ジュワッとこう出てくる旨味というか味付け、もうこれは合格です。まずは口も真っ黒になる締め殻をゲットしました。黒くしたい、いいな。この通りはね、銀座通りと言われたところなんですね。次は何に、あ、これいいな、お肉の大ちゃん。めっちゃめっちゃ肉好きそうじゃないですか。すいません、はい、大ちゃんですか？はい、大ちゃんです。大ちゃんですか？この素敵な笑顔が特徴の大ちゃんこと中島さん、お肉が好きすぎて2年前に自ら精肉店をオープンしました。肉の大ちゃんの売りは何ですか？一番結構よく出るのがハンバーグとか。これ人気ですか？人気ですね。なんかね、肉をいただいてるっていうような、肉の旨味がぐっと詰まったハンバーグですね。赤身の牛肉と豚肉の合いびきです。であとはもう野菜は玉ねぎだけです。肉の大ちゃんのハンバーグ採用決定です。ちょっともうわんぱくな丼に仕上がりそうですね。チーさん、チーさん、こんにちは。こんにちは。友達、突然、いえいえ友達ではございません。声をかけてくれたこちらの男性、お肉の大ちゃんの隣にある居酒屋、魚屋の店主古賀さんです。実は番組スタッフから丼作り最後の仕上げをお願いしていたんです。なるほど。いやー、ワクワクするね。いやいやいや、もう救世主ですよ。魚屋一番の売りは新鮮な魚介を使ったお料理。いや、でも肉と肉ですよ。もちろんこの丼にも乗っけてもらいましょう。こちらのプリプリのエビを大葉やチーズと一緒に包み込みまして、油でじっくりと揚げていくお店一番の人気メニュー、たまらないですね。食べてください。どうですか、この締めの魅力っていうのは。なんか町の人が全体温かくて、隣の肉の大ちゃんもなんかもう縁もゆかりもないところから突然あの2年前にお店を建てて、新しい人とお友達になったりとか、本当にみんな温かく受け入れてくれる体制がなんかあるなっていうのは感じますね。はい。せっかくですんで、そのお隣の大ちゃんもお店に来ていただきました。締めの人たちの温かさが詰まった丼、一緒にいただきます。オールスター丼オープン。おー、ちょっと絵になってる。いろいろ手加えてくれてる。いかがでしょう。あのね、4番しかいないのよ。オールスターですね。本当すごい、わんぱくな中に華やかさがある。食べたいですけど、どうなんでしょう、食べ合わせというか。これはね、もう満足ですよ。いやすごい重量打線。おいしい。ありがとうございます。こうやって丼に詰め込んでみると、はい、いや、締め待ちっていろいろあるやんって
そうですね、思いますよね。はい、バグ食べてそのままガッツク、あーこれ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 、この絵いいね、やべです止まらないですねこれいろんなところとまたねコラボレーションできるなっていうなんかそんな感じもしますね。おー、はい。